では、計算法則を使う計算練習をしましょう。ログ3の15プラスログ3の6マイナスログ3の10、これを計算しなさい。やってみます。この公式を使えます。定が等しい対数同士の足し算は、真数の掛け算に変換できます。引き算は、真数の割り算に変換できます。よって、この式は、ログ3の、括弧15×6÷10 となります。括弧の中を計算すると、9なので、こうなります。9は、3の2乗にすることができるので、この公式が使えます。つまり、指数を、ログの外に出せるのです。この場合なら、この2を、このように、ここに出せます。この部分は、1になりますので、2×1 になり、答えは2です。もう1問、やりましょう。これを計算してみます。ログ、3の5、かける、ログ、5の9。これは、定が等しくなっていないので、定を揃える必要があります。定の変換公式を使います。3と5で、小さい方の3に揃えましょう。つまり、この部分に対して、この公式を使います。ログ、3の5、分の、ログ、3の9、となります。定が3に揃いました。ここで、これとこれが、等しくなりましたので、約分して1になります。よって、これが残ります。9は、3の2乗にできるので、2を前に出します。ここは、1になります。よって、2×1 で、答えは2になりました。終わり。